こんにちは。とうとうね、雪降りました。青森はこの間も降ったんだけど、すぐ一日で消えたんだけど、今回はね、ちょっと気温が低くてなかなか雪溶けません。だいたいね、まあ、うっすらとですが、私の趣味の車こういう感じでうっすらと積もってますね。今ね、これね、オープンカーのアウディ意外と雪強いんですね。意外とふと冬ほっといても大丈夫ね。で、雪積もってます。全部草もみんな枯れちゃって見渡し良くなってますね。もうね、こういう感じで雪でも、これも 2,3 日で溶けると思いますね。こういうというわけでね、まずね、この間この50数台の中からカマロ車検取って紹介しました。今回はね、ホンダライフ、これね、ヤフオクで車検9ヶ月ついて3万円で買いました。3万円。隣の県の岩手県の人から買ってきました、これでね、3万円です、これ3万円。3万円でリサイクルが9000円くらいかな。で、税金7000円、まあ、そのくらいね。でもね、ちゃんとしてる。ちょっとね、外装がね、後ろね、ここちょっとこう錆びてたね、そのままだけど、その字を私の杉縄のステッカー貼ろう貼ろうと思ってまだ貼ってません。で、去年買って約1年乗りました。全く問題なかったです。去年一冬使ったけども、非常にですね、四輪駆動ですね、これね、ホンダライフ。ターボはついてないです、四輪駆動、結構ね、これ乗ってた人がね、70過ぎの方だそうですね。私これ掃除したから結構綺麗です。当初はね、汚いっていうのはね、掃除してない汚さだったね。もう掃除、ちょっと掃除したらすごい綺麗になりましたね。走行距離がね、見えるかな、15万4000キロ。タイミングベルトは交換してだっつったかな。だからまあ、多分大事に使えば、私の経験から言ってあと5万は走れると思います。冬専用ね。で、ね、10月に車検切れたので車検取りました。あ、意外とね、こっち来てからかな、そこがね、少し錆びてたらしいですね。錆びてた、ちょっと溶接必要だった。それとね、フライホイールのカバーが壊れてた。で、あとスタッドレスタイヤね、10月車検だったらもうあれですよ、中古のスタッドレスタイヤ、4本でね、1万円かな、アルミホイール付き、これね、4本買って、で、結局車検代、部品とか修理費がね、9万かかりました。で、諸費用を合わせて14万5千円くらいで車検取ったんですけど、
どんなもんかね、3万円で買って1年乗ったから完全に元取ったと思う。あまり調子良かったから車検取ったんですよね。でまああと2年乗りたいからビシッと直してくれって言ったらね、まあそういう細かいところまで車屋さんちゃんと直してくれ、まあちょっと思ったより9万だからちょっと高かったけど、これであと2年はアンズマシグ乗れるわけだよね。アンズマシグ乗れるってわかるかな。アンズマシグ乗れるっていうのはね、青森の人だったらすぐわかんないけどね、まあアンズマシグっていうのは、まあ、気分よく乗れると、そういう感じです。だからどこの3万円では私は超お買い得だったと思います。で車検取ってでしょ、初費用はまあしょうがないとして9万くらいでちゃんと直ったから、まあ、9万でこれ中古買ったようなもんだよね。今乗っててすごく調子いいです。今日雪降ってすぐ走ってみたけど、このくらいの雪、まあもっと雪降ったって走るけどね、ね、ほら雪降っちゃった。全国的になんか東京でも雪降ったっちくらいだから寒いんだな。まあ天気予報見れば明日明後日でまだ溶けるんで、その間にこれ車ボディカバーかけるやつはかけて、やらないとダメだ。12月本降りになる前にね、ちょっとちゃんと外装をちゃんとしてるような車は全部直そうね。まあそういう感じでした。ホンダライフ当時、1年前3万円で買ったホンダライフ、車検1年9ヶ月付き、でこの間車検取って、お買い得だと思います。買い物用には最高です。私としてもお店やってるんで、こういう車でちょこちょこ冬はね、こういうのいいんです。青森はね雪でね全部道路も狭くなっちゃうしね。ホンダライフ結構ヤフオクもちゃんとね解説読んで質問したりして、それに結構良心的な人多いと思う。あんまりひどい車来ることってない。まあ2、3であったけどね過去には。まあノークレーム 3D3N なんだかだって必ず書いてるから、私文句喋ったことないけど、だね今まで2台3台、カスターだったことはこの60台ある中で確率低いでしょ、ほとんどいい車来てる。そういう感じでした。ホンダライフ車検9ヶ月付き3万円で買いました。春が待ち遠しいな、